はい、皆さんどうもこんにちは。今回はですね、雑誌の紹介やっていきたいと思います。はい、こちら僕ね、この雑誌買うの初めてなんですけど、月刊モデルグラフィックスの2021年のですね7月号なんですけど、関東特集でちょっと惹かれてね買っていましたけれども、車模型ってめんどくさいって、こういうタイトルなんですよね。そして、サブタイトルというか、まあこれがメインタイトルですかね、デカール攻略大作戦ということで、結構ね苦手な方いるんじゃないかなっていう車のね、これまあプラモデルとして紹介されているんですけど、もちろんねミニッツもプラボディになりますので、このね、プラモデルのいわゆるテクニックっていうのは非常にね参考になるんじゃないかなというふうに思いますので、こちらのね、雑誌について、紹介していきたいと思います。はい、まずね、これ、まあ、見ていただいて気になった方はですね、下の概要欄の方にですね、購入サイトを入れておきますので、もし気になった方はですね、ぜひこれ、購入いただければというふうに思います。はい、中をねちょっとねお見せすることは難しいんですけれども、関東特集ということで、なんとこのデカールだけでですね、なんとすごいですよ、30ページ超えてます。35ページ37ページすごいですよ。うん、だいたいね30-40ページこんぐらい、最初のねこんぐらいは全部デカールについての話やってるんですよ。これはねすごいね。で、例えばこうデカールの予備知識とかですね、あとこのよく言うこの研ぎ出しとかね、あとこの特に表紙にもある通り、これAMG GT3 のね、グッドスマイルレーシングなんかもう全面デカールなもんですから、これなんかね、実際の24分の1タミヤでね、このプラモデル出てますけど、デカールメーカーでね、このデカールって売ってたりするんですけど、これ手出すのっていうのは結構大変だなって思う人もいるかと思うんですよね。で、そもそも何用意したらいいのとか、どういう手順でやったらいいのっていう基本的な部分もね、よくね、わからないことが多いと思うんですけどね、これ結構書かれているんですよね。で、例えばなんですけど、ね、凹凸がありすぎて、全然馴染まないときどうしようかなとか、あとはですね、そもそもこのシールよりなんで水転写式デカールなのとかですね。あとこう位置が合わないよとか、シルバリングっていう言葉だったりとかですね。あと破れちゃう、溶けちゃうとかですね。その研ぎ出しってなんだとかね。あとはどういうね工具をも用意するのがいいかって、こういうのが書いてあったりとかですね。あとそもそもどういう手順で進めていったらいいかねとかですね、本当にね丁寧に教えてくださってます。で、この塗装の工程からデカール張りの基本とかですね、もうちょいちょいだけ見せますけど、こういうのがねすごい事細かに載ってるんですね。あとこの凹凸になじませる技とかですね、などなどね載ってるんですよね。で、それに伴って、例えばこういうのがいいよっていうおすすめのねデカールとか、あとこれほらいいデカールってどんなデカールとかね、もうね魅力的なの言葉がいっぱい載ってるんですよね。で、途中このアニメのページがあって、また続きがあって、はい、クリアパーツのデカールって貼るだけとか、デカールの上からだとマスキングで剥がれるとかね、ゴム製タイヤのね、このパーツのデカールどうするとかね、こんなのがたくさん載ってるんですよね。で、やっぱりね失敗しちゃうんですよね。で、失敗しちゃった時にこのこうリカバリーしてなんぼ、もうね失敗しないんじゃなくて、失敗するんですけど、そこをうまくこうどうリカバリーするかとかね、そういうことがね載ってるんですよね。はい、例えばとは研ぎ出しだって怖くない、研ぎ出し怖いんですよ、剥がれちゃったとかねっていうのをうまくねやる方法ですとかね載ってるんですよね。この辺はねぜひ参考にねできるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、
で最終的にはねこんな形で完成状態のね写真出てますけど、やっぱり綺麗ね。なんかこう凹凸とかね破れとかは全然見えない状態になっていて、すごくね綺麗ですね。はい。で自作ですよ。僕もねやってるこのデカールの自作術、どういうの使ってますかって言って、これね概要欄にも貼ってます。これクリアデカール TH 載ってますよね。あとはプリンターの種類とかね、どういった形でやるかっていうメリデメなんかも載っていて、すごいね情報量がねたくさんですよね。であと外注デカールとかですね、いろいろありますよ。はい、っていう感じですかね。でまた白黒ページがあって、でこっからがね通常のネタになりますので、こんな感じに、はい、なっております。ということでね、中身をね全部お見せするのはさすがにねこの商品のね、内容になっちゃうので、細かくはねお伝えできないんですけど、今のような見出し読み上げました。そこでね一つでもこう気になるようなことがあれば、まあ、手に取ってもらって少しふんふんと読んでもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、最近ねこの動画サイトとかでよくね情報って見れるんですけど、まあ、やっぱりこういう冊子でね活字で読むっていうのも、まあ、一ついい手かなと思いますし、まあ、こうずっとね手元に置いとけますし、いいんじゃないかなというふうに思います。定価ね850円ということになっておりますので、ぜひねお近くの書店、もしくは下のね概要欄の方で、Amazon のねリンクサイト貼っておきますので、そちらからね注文できますので、ぜひ確認していただければというふうに思います。でここから少しね耳寄りな情報があれば、僕の言葉に直してですね抜粋して、テクニックとかこういうの知ったよっていうのはね紹介していきたいと思いますので、またぜひね、この車模型、まあ、ミニッツボディですとかね、そういったところに関するデカールのね、ポイントについてね、またお話しできればなというふうに思います。ということで、今回ですね、こちら、月刊モデルグラフィックスの2021年7月号、車模型ってめんどくさいというね、関東特集、特にデカールについてのね、お話を取り上げさせていただきました。ぜひね、書店もしくは概要欄の方からご注文いただければというふうに思います。それでは最後までねお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼いたします。